というわけで始まりました KA モータースポーツプロジェクトテレビジョンのお時間です。はい、5月の第3土曜日ですね。はい、やってまいりました。今回はですね2本企画をお持ちしました。今日はいつもの愛車自慢コーナーっていうのはちょっとないんですけど、車載映像盛りだくさんの企画を2つ持ってきましたので今日は楽しんでいただこうかなと思います。まず1つ目ですね。1つ目はですね、ゴールデンウィークにですね KA モータースポーツプロジェクトのレンタルカートイベントをやってまいりました。場所はですね千葉の新東京サーキットでやってきました。全部で12名、僕含めて12名でレースをした形で、とてもね楽しいレースで終わりましたので今日は、その様子を映像にてお届けしたいと思いますのでぜひお楽しみください。では KA モータースポーツプロジェクトカート大会のイベントの様子です。どうぞ。はい、というわけで始まりました KA モータースポーツプロジェクトの、今日はですねカート大会ですね行ってまいりたいと思います。場所はですねこちら千葉県にあります新東京サーキットにやってきております。今日は、僕も参加してレースしていくので、主に車載映像でお届けしたいと思いますがぜひ、楽しんで見ていただければと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。はい、どうですか今日カート初参加ですけれども、まあ1位になるのがどうかな。あざーす。はい、使うカートはこれ N35GT。 これカウルが後ろについててスリップストリームがよく効くようになった構造になってるんですよ。で、多分最高速度は65キロから70キロくらいで、今日はこの車を使って全部で12台でレースをしていきたいと思います。あ、飯田選手、今日はどうですか具合は。もうコンディションバッチリです。超眠そうですけど。コンディション超眠そうですけど。もう最高ですよ今日。もちろんあれですよね、表彰台の真ん中を。もう全員ぶっ壊して今日入れ。今日楽しみにしてますのでよろしくお願いします。覚悟しててください。負けない。はい、コースはここ新東京サーキットでございます。かなり広いですコースは。で、全12台で KA モータースポーツプロジェクトのイベントとして短い時間ですけど楽しくやっていければなと思います。飯田、スタートすんなよ。
はい、というわけでですね、レンタルカートレース、終わりましたけれども、はい、名前出して大丈夫ですか？大丈夫ですよ。本日のですね、レースの優勝者、吉田さんです。まあ、無事に終わりましたけれども、はい、どうでしたレース？今日は初心者が多かったということ で、まあ、皆さん楽しんでいただければよかったんじゃないのかなと思います。あの、やっぱレンタルカートって、こう免許がない人でも出れるし、その、まあ、安全なサーキットでレースができるという環境が、まあ、いいなっていうのもあって、まあ、ちょっと、ね、お金が高いかなっていう部分もあるけど、結局それ以上のものが得られるっていう部分はやってみれば分かるっていう部分もあるんで、これからも K モータースポーツプロジェクトではこういったイベントをね、やっていきたいと思いますので、はい、皆さんぜひご参加お待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。というわけで、本日は新東京サーキットで、レンタルカートのイベントでした。ありがとうございました。あざーす。お疲れ様です。はい、いかがだったでしょうか。今回からね、下に順位とかラップとかをちょっと入れてみたりしました。これちょっと分かりやすくなるかなと思いました。僕目線でね、基本的には動画撮ってるんで、まあ僕が今何位なのかっていう情報にはなっちゃうんですけど、まあね、レースのそのリアルタイムさというかっていうのをこう目線カメラで、ね、実感できたらなって思いました。はい、次はですね、夏にイベントをやろうかなと考えてますので、またね、告知の方、決まり次第していきたいと思いますので、ぜひぜひふるってご参加ください。楽しいイベントにしますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで次の企画に行きたいと思います。次はですね、4月の、頭にですね、袖ヶ浦にある袖ヶ浦フォレストレースウェイっていうところでですね、ライトフォーミュラ、レーシングカレージ榎本さんがやってる乗り物塾っていうのに参加してきまして、ワゴン R のエンジンを積んだちっちゃいフォーミュラーマシーンなんですけど、それに乗って、まあ、車の挙動とかね、基本的な動きを勉強するっていう塾というか、まあ乗り物塾っていうものにですね、参加してきました。今回はその模様を、車載映像と外からの映像込みでお届けしたいと思います。最後の方はね、スピンしちゃったり、コースアウトしちゃったりっていうところを抜粋してるんですけど、ね、とにかくね、限界が低いんですよね、車の。まあその辺の話は映像を見た後に、しようかなと思いますので、まずはですね、ライトフォーミュラの映像をお楽しみください。どうぞ。はい、皆さん、私は今ですね、乗り物塾というですね、まあライトフォーミュラっていう乗り物のイベントの乗り物塾に参加しています。今日来てるのはここ袖ヶ浦フォレストレースウェイでございます。使うマシーンはワゴン R のエンジンを乗っけた、この小型のフォーミュラーマシーンです。今日は、車載映像を撮って、袖ヶ浦の紹介と、まあ、あとは車載のね、映像、ライトフォーミュラってどんくらい速度出んのとか、そういうのをね、撮っていきたいと思います。はい、袖ヶ浦は、2.4 キロのサーキットになります。ここメインストレートね。結構ね、アップダウンが激しくて割と楽しいコースですね。結構高速サーキットつってもいいんじゃないかな。ミニコースよりは広いけど、富士とかよりはちょっと狭い。まあ筑波と似てる感じっすよね。
がとうございました。あのね、動画始まる前にも言ったんですけど、あの車の限界値がとにかくあまり高くないので、ちょっとでもこうラフな運転をするとすぐケツが出るから、こうカウンター当てなきゃいけないみたいな。でまあ基本的に FR と同じようなこう動きをしてくれるの でただエンジンが後ろにある MR タイプ、 MR のミッドシップな、マシンなので、こう結局こう後ろを軸にしてくるんって回っちゃうんですよ。なんで、ちょっとでもカウンター遅れたらもう回っちゃうとか、本当に結構シビアなアクセルでしょ、アクセルとハンドルで、あとブレーキでしっかり荷重移動してあげて車を立ち上げていくっていうのをしっかりこう頭の中で組み立てながら走らないと、本当に速く走れない車だなっていうのを思いました。またね、2ヶ月に1回くらいのペースでこの乗り物塾には僕参加して、自分のねドライビングテクニックを磨こうかなと思ってますので、また車載映像などをお届けしたいと思います。はい、今日は以上2本でございました。ですね、ここで告知をさせていただきます失礼しました。3月に KA モータースポーツプロジェクトの壮行会やったんですけれども、この度ですね第2弾が決定いたしました。はい、詳細はこちらでございます。はい、7月の28日金曜日ですね、こちら筑波サーキットのジムカーナ場を貸し切りました。でここで、ドリフトとジムカーナの走行会を行います。でクラスは3つ分けてあって、ドリフト初級、ドリフトフリー、ジムカーナクラスで、まあ各10台前後集めて、だいたい30台くらいを募集ラインにしようかなって思ってます。で1日走れて、お値段は8000円でやらせていただきます。でこれね、今から受付したばっかですので、まだまだどんどん募集してますので、ぜひぜひ、僕に声かけてください。でまあどこに問い合わせればいいんだという話ですね。それは、いつものことながらこちらの LINE ID でございます。こちらの LINE ID をアットから検索していただくと KA モータースポーツプロジェクトの LINE が出てきますので、そちらにご登録いただいて、そこから参加したいですって言っていただければ、僕対応しますので、ぜひぜひお待ちしております。まあ、ドリフトの基礎練、パイロンを置いた練習っていうのがやっぱり何事も基礎だとは思うので、そういう部分からもやってみてはいかがかなと思います。なのでどしどしご応募お待ちしております。はい、ということで、5月の第3土曜日の KA モータースポーツプロジェクトテレビジョンは以上で終わりとなります。ではまた皆さん、次は6月にお会いいたしましょう。ということで今回はこの辺で失礼したいと思います。ではまた6月にお会いしましょう。 See you next time!